はい、皆さんこんにちは。今日はね、これ伊豆スカイラインからね入れる林道、これすごいね。今日はガッタガタだね。大丈夫これ？なんかねすごい今日ね、入り口がもういきなりガタガタになってますね。はい、なんとか通過しました。ね、ここのね林道はね抜けてないんですけどね、奥のゲートが閉まってるんですけど、まあ結構楽しい道なんでね、もう何回か動画に上げてますけどね、まあお手軽に来れるとこなんで、またね紹介しようと思って、今日も入ってきました。今日のお供はね、鈴木のジェベルの200になります。よろしくお願いします。これなんかね、雨がねすごく降ったのかしら。道がね今まででねちょっと一番ひどいね、これね、ガタガタですね。ここはね、いつかね、あのね、大きいね、鹿がね、いてね、怖くなってね、逃げるように U ターンしてね、帰った道です。今日はね、まだね、すごいね、寒い日だから、真冬だね。これね、結構ね、山の上の方なんでね、まだ、新芽も出てないようなね、真冬な感じですね。いや、道がね、すごい荒れてるね、今日は。なんか危険を感じるほどひどいね、道がね。大丈夫これ。もうすごい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 。なんかこれ杉の葉っぱかなんかがね、もう路面を覆い尽くしててね、石がどうなってんだか全然わかんないね。危ないねこれね。すごいね、今日ちょっと走りにくいよこれ。危ない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 。これね、この前ねフロントタイヤをね、また同じメツラーにね、エンデューロタイヤにね交換してありますからね、もうほぼね新品のねタイヤです。もう結構はこれで皮むきになるんじゃないかなって思いますけどね。いやだけどね、今日非常にね荒れてるね、この道ね。だけどなかなかね U ターンなんだけど楽しいだよね。この道は難しくなってるけどね、道幅がね、それでここ広いんですよね割と。で車がね来る可能性がねほぼゼロですからね、その辺もいいとこなんですけどね。やっぱね雨が降ってなんかいろいろ流されたのかわかんないけど、だいぶ難しくなってますね。やばいねこれね、あんまりスピードが出せないな。本当に本当にひどいな。ガタガタだね、ガタガタです。いや溝になっちゃってるね、危ないね。さすがにね、これね、周りがね、みんなね、杉なんでね、若干ね、花粉症じゃ、だと思うんだけど、鼻がね、クシュクシュ言いますね。いや、すごいね。掘れてるよ、掘れてる。やばいやばい。今までこんなじゃなかったんだけどな。結構すごいな。難易度アップ。いや、こことかもう全然、もう川ですよ、川。河原みたいなところをね、走ってる感じになっちゃってるね。やっぱりね、道路のね、傾斜がすごいところはね、水が流れちゃうから、荒れてますよね。あ、鹿がいた。鹿がいましたよ。行ってくれい。逃げないな、鹿が。鹿が突進してくると困るな。行ってくんないかな。群れだね。すごいたくさんいたよ、今、鹿が。すごいいる。鹿いっぱいいるんだね、ここ。今ね、あれ角があるオスだったらね、もう全然逃げちゃったけど、メスだったからね。いやだけどね、道がね今日荒れてるぜ、すごいよ。奥へ到着しました。だってもう掘れちゃってるもんね。掘れてる掘れてる掘れてるよ。今日はまた鹿が出てくると困るから、すぐ U ターンしよう。U ターンしようはいいんだけど、怖いね、これ。ゆっくり行かないと。危ない。でも、あんだけ私がね、一回走っただけでできるから、やっぱり、上り坂なんでね、トラクションかけて走ってるんだね。おぉ。鹿鹿、鹿が、鹿が、鹿が、前を横に行った。怖い怖い。横っ腹に突進されたら怖い。鹿が、すごいね、もう野生の世界だよ、もうこれ。鹿が今4頭もいたよ。みんな角がなかったからよかったけど、あれ角があったら怖いよね。
いや道もねすごいわこれ荒れてて、そんなに雨降ったかな。いや全然スピード出せないもん、もう怖いねこれ。石がねもう全然動いちゃってね、どうしようもないよこれ。浮いてる浮いてるね、石が。危ないよ、危険危険、やばい。これじゃ鹿に追われてもね逃げれないね、鹿の方が速いねこれじゃ。何キロもね出せないじゃんこれ。なんかねこれ今まで来た中でこの道一番難しいなこれ今日が。いや危ない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 、いやすごいぞ、もう川だぞここ、川だ川、やばいやばい、やばいやばい、いけるか。すごいもん、傾斜がね、道が傾斜が結構なすごいんですよねここね。だから雨がちょっと降ると流されちゃってね、ガタガタになっちゃうんでしょうねこれね、もうガタガタですよ。危ない、いやこれ今日ねちょっとこれ難しいぞこれ本当に、やばいやばい。これだけど山深いからやっぱり鹿とかなんかいっぱいいるんだね、イノシシじゃなくてよかったよだけど鹿で。いやすごいね、難しいよ今日は。うガタガタだぜおい、沢を走ってるようになっちゃってるよ。石ころもね上からね落ちてきてね、コロコロしてて乗っかったらこけちゃうねこれね。このね急坂がすごい急坂なんですよねこれ、動画でね伝わるかどうかわかんないけどすごい急な坂ですよこれ。この坂をね過ぎちゃえばね、あとはねそんなにさっき来た感じだと難しくないんだけどね、ここはね難しいよとにかく。これはねもうさすがにオフロードのバイクじゃなかったら絶対走れないもんね。ここはね今日はすごかった、難易度がすごかった、難しかった。でも大体ね大体抜けきったよ。でこの横のね沢みたいなところが結構ね水が出たような感じがするから、なんか雨が降ったのかな、強いのが。なんかね細かい砂がねみんな流されちゃってね、大きい石だけになっちゃってるからちょっと難しくなってましたね。うん、ほぼ生還ですね、あともうちょっと。でも難しかったね、これはね。今日はねここ都市川林道よりね難しい、今日はね今日かなり難しかった。無事に帰ってこれてよかった。あとね入り口付近がね結構ね流されてましたね。入り口付近もね結構坂がきついんですよね、やっぱ坂がきついとね雨の時にやっぱ流されちゃいますね、いろいろねガタガタになっちゃう感じがしますよ。もうこんだけね荒れてるとね前タイヤがね、溝があろうが何しようがあんま関係ないからね、みんな横にいきなり吹っ飛ばされちゃう感じなんで。よし無事にアスファルトのとこに生還した、よかった。いや今日は難しかった。これでねもうすぐねこうやって伊豆スカイラインにね合流できます。はい、伊豆スカイラインに合流しましたといったところでね、今日はこの伊豆スカイラインから直接入れるね林道入ってみました、鹿がね4頭目の前を横切ってきました。結構びっくりしましたね。またねこんな山の中をね大自然の中を走るような動画が見たいなと思っていただけましたら、ぜひねチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。